皆さんこんにちは、おはようございます。えみです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Hopeful、 希望を持ってというものを選ばせていただきました。皆さんね、希望を持って前に進みましょうという願いも込めてこちらを選ばせていただいたんですけれども、まずね、こちらインスタに上がってた風さんの写真素敵ですね。でこういうちょっと笑いも入れてね、これはズッツさんと2人で太陽をも操ってますねそしてこちらの写真もね、いやあのかまじいですよ、かまじい笑わせてくれますね、さすが。そしてね、昨日の私の動画にもね、たくさんのコメントいただいてありがとうございました。なんか皆様をね、励まそうと思って出した動画なんですけども、逆に皆様にね、たくさん励まされてしまってね、ありがとうございます。そしてこちらは投票したね、私のコミュニティでの結果なんですけれども、今朝起きた時点で833名の方がご協力いただきました。ありがとうございます。そして当選したという方が 48% ということは、少なくとも私のチャンネルの視聴者様で投票した方の中では400人が当選しているということですね。そして落選した方が 19% で、こちらは158人、そして申し込まなかったという方が 33% で275人ということです。この数字をどう見るかはあれなんですけども、まあ、当選した方もやっぱり今回は多かったですが、まあ、落選した方や申し込みさえできなかったという方が、まあ、それを上回る数がいるということですね。そしてたくさんコメントをいただきましたので少し紹介していきますね。まずはリンヨシさん、エミさん初コメです。スタジアム落ちました、残念。でもエミさんの愛、優しさで元気と勇気いただきました。また次回応募します、ありがとうエミさん、ということでね、ありがとうございます。そしてトモさん、エミさんこんばんは。昨日のスタジアム発表では残念ながら落選してしまいました。 AAHT も何度もチャレンジしてもご用意されず情けないですが、自分の執着心に振り回されてへこんでいました。気持ちを吐き出す場所をありがとうございます。エミさんがいつにしても早くご両親に会える日が来ますように、ということでありがとうございます。そういう場所になれて嬉しいです。そしてキラキラウサギさん、エミさんいつも優しさがいっぱいの配信をありがとうございます。日本への入国はそんなに厳しいものなんですね、って。これね、あのケースバイケースなんですね。ビザもね、外国籍の方ですぐ取れる方もいますが、私の場合っていう話でね、ちょっとレアケースかもしれないです。エミさんとこうしてつながっていますと、まるでご近所のお友達だと錯覚してしまいます。私もそうです。そんなお気持ちの中、日本中のいろんな名所名産品を紹介してくださっていたのですよね。ますます日本が恋しくなっちゃっていませんでしたか？これはね、私本当に以前からもう日本中をこう旅行したいなと思ってたんで、それがなんか疑似体験しているような感覚でね、本当に嬉しくって楽しくってっていう思いしかないですね。それにもう皆様からの情報がすごいすごい、もうね、本当にこの企画はね、ずっと続けていきたいと思ってますよ。もう本当これは楽しい企画です。はい。そして本当に辛い時はこのことに意味があるのかと渦中の時は思いますよね。そうですね、日本のご家族とも会える日が近い将来訪れますように。私もスタジアムが大阪だったから応募できました。関東でしたら許してもらえないので無理でした。今回初めてチケットを用意していただけました。家族からもバースデープレゼントだよと言ってもらいましたので、ありがたく頂戴いたします、って。そうそう、今朝私ね、にじこさんのね配信聞いて、キラキラウサギさん22日が誕生日だったんだって知ったんですよ。おめでとうございます。もう少し早く
教えてくれればバースデーソング歌ったのにね。まあそれはいいですけども、皆さんね、あのお誕生日、私風さんと一緒にバースデーソング歌いますから、どうぞ遠慮なくお誕生日教えてくださいね。そして諸事情のなかなか遠出できない状況です。いい大人なのにこんなに制約があるとは思ってもいませんでした。エミさんのお母様がお元気に80歳のお誕生日を迎えになられますように。エミさんの配信を通してまたお祝いしましょうね、ということでありがとうございます。そしてエミさんお疲れ様です。突然変なメールをすいません。今朝の配信ありがとうございました。少し慰められた気分でした。風さんのチケット当落ですが、私はシリアルコードを6枚友人からいただいたものを含めて使って申し込みました。かなり当選の自信を持っていたのですが、全て落選でした。そして1枚しか申し込みをしていなかった友達が当選していて、昨夜は全然寝つけず、悲しくて悲しくて泣けてきて泣けてきて、これは何を意味することなのだろうとずっと考えていました。ただ今回分かったことが2つあります。1つはシリアルコードの枚数は関係ないということ、そしてもう1つは思っている以上に自分はカズさんのことを思っていたこと、そのことを気づけただけでも意味があることでしたが、本当に今日1日は仕事中に気分が悪くなってしまったりして、かなり落選のショックが重症で心のコントロールができず危なかったです。パナスタライブはどうしても行きたかったライブでした。でも明日からもう一度チャンスがありますので、諦めず望みを持って申し込みたいと思います。エミさんは行くことができないのにこんなメールを送るなんて勝手すぎますね。ごめんなさい。またもう一度エミさんの配信を見て心を落ち着かせますね。今朝も通勤電車の中でエミさんの配信を見させていただきましたが、泣けてきて、エミさん本当に優しい方ですね。心救われました。なんか急にエミさんに聞いていただきたくなってしまって、こんなメールを出してしまって申し訳ありませんでした。許してくださいね。ありがとうございました、ということでね、ありがとうございます。あのね、どんなメールでも送ってくださいどんなコメントでもウェルカムです。私はおそらく聞くことしかできないかもしれない、いいアドバイスはあげられないかもしれないけども聞きます。いつでも何でも送ってきてください。そしてカーロさん、エミさん久しぶりにコメントさせていただきます。今朝の配信を拝聴し、エミさんの苦悩の日々お気持ち伝わってきましたよ。全てに意味があると思えるまでには時間が必要ですね。実は私もつい先日体調の変化に気づき受診したところ、新たな病巣が見つかり悶々としていたんです。目の前が一瞬真っ暗とはこのことですね。風さんのパナスタライブ申し込み迷いました。何日も何日も考えた末、ラスト日ギリギリに申し込み、結果チケットを用意されたのです。素直に嬉しかった。今まで惨敗で涙さえ出なくなっていたのに、泣いた泣いた嬉し泣き。でも落選の方々も多くて複雑な心境ですが、気持ちを切り替えましたよ。もうすぐちょっと秘書過去病院で治療に行ってきますが、夏の終わりにライブというご褒美が待っていると考えることにしました。どうか落選した方々も次のチャンスが吉となりますように。 God bless us。 そしてたびたび失礼します。今朝いつものように散歩に出かけ、両手を広げて深呼吸、吹いてくる風が気持ちよくてね、次の瞬間真っ白な雪で見上げたら、鳥たちが飛び立ち、なんと猿滑りの白い花がライスシャバのように降り注いできたのです。そしてふと大好きな金子みすゞさんの詩が、私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地面を早くは走れない、私が体を揺すっても綺麗な音は出せないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥と
それから私、みんな違ってみんないい。金子みすゞ詩集より、ごめんなさいね、私ね、いつもね初見で読んでるのでね、その時の感動がすぐ出てしまうんですよ。いつも泣き虫の私、ごめんなさい。大木のサルスベリに触れて、お花のシャワーありがとうって合唱。サルスベリの花言葉で好きなのは愛嬌かな。なぜかエミさんに話したくなっちゃったということでね、カールさんありがとうございます。あの、みんなでカールさんのために祈りましょう。そしてね、そう、リンドミョウさんもなんか精密検査が必要だって出たのかな。まあ大丈夫だと思うんですけども、リンドミョウさんのためにも皆さんで祈りましょう。そしてノンナさん、エミさん、本音で話せる場所を提供してくださる配慮、聡明さに感動です。コミュニティは涙なしには見られません。そしてこちらに来てエミさんのお気持ちを話してくださっているのを前にして、いただいたご配慮にどう感謝の解消したらよいのか分かりませんということでね、いや、もったいないお言葉ありがとうございます。そしてノンナさんもね、ちょっと珍しい体験をシェアしてくださったので読ませていただきますね。エミさん、海外で暮らすものはもどかしいこともありますね。時代錯誤的なものですが、私もかなり厳しい思いをしたことがあったのを思い出しました。もう40年も前のことです。娘は4歳と1歳、ナイロビで子育てをしていました。主人が日本に出張中、上の娘の様子がおかしい、ずっとお世話になっているイギリス人の小児科医に診察してもらったところ、 She needs surgery for appendix、 盲腸ね、手術が必要ですね。え、4歳で盲腸、今ここで。たまたま少し前に盲腸になった日本人のお子さんはイギリスに飛んだという話を聞いていました。 My husband is a surgeon、 私の夫は外科医、彼がやりますと。ドクターキアンビ、女性の小児科医、その時に初めて先生のお名前に気がつきました。キアンビ、スワヒリ。共にナイロビで医療に携わるご夫婦のご主人様はケニア人外科医でした。通信手段がなく、主人に相談することもできないまま、私はそのドクターに託しました。東京本社に知らせると支店長夫人は言ってくださいましたが、どうせ帰ってこられないし大丈夫ですと。当時30歳の私、郊外に箱は立派なチュールンホスピタルがあったのです。かつては日本人の看護婦さんたちが援助にいらしていたものですが、自力でできるからと援助を引き上げてもらってしばらく経っていました。自分の決断を後悔しました。ドクターは信頼に足る方でしたが、他は怖いような状態。私たちがいるから大丈夫、付き添いはいらないと白い歯を見せ、優しいといえば限りなく優しい看護婦さんたち。1歳の子は住み込みの女中さんにお願いしていたものの、そちらも気になり頃合いを見て帰宅し、翌朝病院に行き、腕相な娘に付き添っていると廊下でドクターが血相を変え、激しく担当看護師さんを叱責していたのです。何？もう食事を与えただと？もう一度手術をしないといけない事態になるぞと。私はこの地で子供を失うかもしれないという恐怖に襲われました。出張中の主人の行動は読めません。今のような連絡手段もないまま、でも幸いなんとか救急事態を超え、主人が日本から戻る日がやっと来て、私はドライバーさんに主人宛ての手紙を預けました。ナイロビの空港で留守中何があったか初めて彼の知るところとなったんですよね。このように世界中つながる現代にはありえないですよね。関係のない話を長々としてしまいましたということですけどね、もうなんかめっちゃわかりますよね。外国でね、特に病院とかね、もうなんかえっと思うようなことありますよね。本当にやっぱり外国で住んでるということは常に知らず知らずのうちに緊張してるんだなっていうことがわかるんですけども、というのは私はね、日本を帰国するたびに特に若い時はね寝込んでたんですよ。1週間ぐらい、この話前にしたこともあると思うんですけども、その度にね母がね
あゆみちゃんはね外国で頑張ってるからね、もう日本に帰ってくるとねほっとするのねって言ってね寝かせてくれました。うん、すごくよくわかります。ありがとうございます。そして花ウィンドさん、えみさん、家族思いのえみさんがお母様のお祝いに帰国できないなんて、お父様の時映像を見るとどれだけ愛あふれる光景だったかわかるから余計に胸が痛いです。そこで去年フリーライブの後のテレビニュースゼロのインタビューで風さんがおっしゃってた言葉をえみさんに送ります。日本のテレビだから見れてないと思って、できることは確かに制限されているけど、それでもできることを積み上げたらできないと思っていたことも気づいたらできそうになっている、できちゃっているかもしれない、だから本当目の前に与えられている何かを探してそれを一つ一つクリアしていくしかないですね。これは風さんがコロナ禍の中でもできることを見つけて実践してきたことが裏付けされているから説得力あるなぁと思った言葉です。えみさんはアイデアマンだから、ピンチをチャンスにして今までにない特別なサプライズバースデーを思いつくような気がします。で、多分もう始めてるよね。昨日のチケット発表、私も残念な結果でした。昨日はコメント仕掛けては消しを繰り返し結局できませんでした。でもえみさんが本音を言える場所を作ってくださったこと、とてもありがたかったです。おかげで今日は立ち直れました。コメントを書こうとした時に自分の気持ちを見つめることになったんでしょうね。ありがとうございます。ということでね、ありがとうございます。これね、私ね、テレビ実は見れたんです。お優しい方のねご配慮で。いや、いい言葉ですね。いや、改めてなんか染みましたね。そしてね、私ね、勝間和代さんの YouTube をね毎日見てるんですけども、今日のがね、なぜピンチはチャンスなのかっていうのでね、めっちゃシンクロって思っちゃいましたよ。はい、ありがとうございます。そしてみのさん、えみさんこんにちは。えみさんの配信で以前からご両親との動画や写真を拝見したりお話を聞いたりしていて、とっても愛情あふれる仲の良いご家族なんだなぁと感じていました。そんなえみさんのチャンネルだからこそ、いつも温かく楽しく愛がたくさんあふれているのですね。一日も早く日本に帰ってご家族と会える日が来ますように、ということでありがとうございます。これはね、間違いないですね。もう私はね、両親からたくさんの愛情をもらって育ってきましたから、その愛情がね、いつも体中にあふれてて、両親には本当に感謝しております。そしてハッティヒロさん、エミさんやっと休みが取れたので久しぶりにしっかり動画を拝見しました。まずはみんながいろいろな思いを吐き出し語れる場所としてコミュニティを作ってくださりありがとうございます。エミさんの優しさ、ポジティブな思いを感じて感謝しております。そしてエミさんのお辛い気持ちを吐露してくださってシェアしてくださりありがとうございます。2週間も前に帰国できないと分かっていたのに、それを感じさせないくらい私たちに愛を振りまいてくださっていたのですね。しかもこの話題を落選された方の慰めになればと話してくださって、なんとも愛情深い。エミさんのご家族に対する愛の深さ、大きさを知っているだけにお気持ちを察するにあまりあります。でもさすがです。泣いても最後は笑って、きっとみんなもエミさんの願いがいつか必ず叶いますように、風さんに会いたいと願う皆さんが会えますように、ということでね、ありがとうございます。そうなんですよね、あの風さんもね言ってたと思う、最後は笑ってってね。私もそういう気持ちで、この前の風さんのメッセージの時も最後をきょうちゃんにしたのは、まあみんなねすごくいいメッセージたくさんあってね、こううるうるしてたんですけども、やっぱり最後は笑いたいという気持ちできょうちゃんにさせていただいて、まあそんな動画をね提供してくれたきょうちゃんにも本当に大感謝だったんですけども、本当に大正解だと思います。やっぱり最後は皆さんで笑いたいですね。そしてのんのさんからね、遅くにお邪魔します。
以前鹿児島の紹介をいろいろしてくださった MH さん、鹿児島在住の方ですか。先ほど桜島で大きな噴火があったようですが、お近くではないですか。大丈夫でしょうか。その他のお近くにお住まいの方、お怪我などありませんようにお見舞い申し上げますというお優しいコメントが残っておりましたので、こちらで紹介させていただきました。そして7月25日の言葉は、これはね、言葉はないんだけれども、これタレントショーって、あのアメリカの学校ではね、よく学校でやるんですけどもね、いろんな子どもたちが自分の得意なことをこう発表するものですね。その様子ですね。なんか黄色い花がちょっとひまわりじゃないけどいいですね。本当ここもね、タレントショーのような感じでね、みんなでね、それぞれの才能を発表する場になればいいなと思ってます。もうなってますね。はい。そして才能といえば、竹よしこさんからこんなメッセージいただきましたよ。エミさん、ワクワク様です。心温まる配信ありがとうございます。故郷に帰れない、親に会えない辛さ、共感しています。エミさんの願いが一日も早く叶いますように。九州の情報を一つ見つけたので紹介します。なんと9月4日にとあるスタジアムの芝生の上に置かれたピアノで演奏できます。応募多数の場合は抽選。日付といい、シチュエーションといい、まさに風たるいのためのイベントのよう。お近くに住んでいる方、ぜひチャレンジしてみてくださいね。私は締め切りまで練習してみて、ダーリンの OK サインが出たら応募します。弾く曲は風くんが日産スタジアムで演奏したあれです。ピアノを人前で弾くなんて、子供が小さい頃、童謡やアニメの主題歌を聴かせた以来ですが、自分のできることに前向きに挑戦する気持ちになれて、なんだかワクワクしています。本当にエミさん、風谷さんにワクワク様、おかげさまです。ということでね、こちらが詳しいイベントの内容のようですね。リンクを送っていただきましたので、こちら概要欄につけておきますね。そして追伸、風の秋祭り参加できることになりました。ありがたし、ということでね、よかったですね。楽しんできてくださいね。ありがとうございます。そして本日も、もう脚本家の才能が抜群の黒黒劇場読ませていただきます。エミさん、よしよし、エミ先生、藤井風の起きることすべてに意味があるという言葉、言葉以上にすべてを包み込む願いがそこに込められているのかもしれない。あら、私どうしたのかしら。園長上がりマスク、キラリ保育園園庭、今日は園の縄跳び大会。園児も先生たちも園長先生も全員で縄跳び。エミ先生、みんな縄跳びが上手になったわね。園長先生、まっ、エミ先生ったら、大人はマスクをしないと。エミ先生、あ、いけない、手ペロ。縄跳びを続けてできるなんてみんなすごいわね。頑張ったシールをみんなにあげましょう。はい。園長先生、あら、あら、あらら、どうしたの、前が見えないわ、目の前が真っ白。園児、園長先生、おかわりマスクがかぶってる、面白い、面白い。ギラ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 。園長先生、あら、嫌だ、みんなで私をからかって、あ、恥ずかしい。誰かが園長先生に近づく音、ぜっぜ、園長先生、僕のシール先生に貼ってあげるね。いっぱい縄跳び頑張ったでしょ。はい、シールペタ。園長先生、あら、ほっぺにシールありがとう、ぜっぜちゃん。あら、みんなも先生にほっぺにシール貼ってくれるの。あらら、くすぐったい、あはみんなたらくすぐったい。しおちゃん、くすん、しおちゃんはポイントにしてもらったからシールを先生にあげられへん。エミ先生、大丈夫よ、しおちゃん、しおちゃんの分のポイントスタンプ園長先生のおでこに押してあげるわ。はい、パッコーン。園長先生、みんな可愛い愛しき私の子供たち。ということで、ありがとうございます、黒黒さん。そしてナッキーさん、エミさん、この前ね、久しぶりにデパートに行ったの。エレベーターに乗ったらね、珍しくエレベーターガールがボタンを操作していました。そしたらおじさんが乗ってきました。お姉さんがおじさんに、ご利用回数は？って聞きました。おじさんね、
初めてですって答えてた。恵美先生が授業を再開した様子です。恵美先生、皆さん、それでは英語のお勉強しましょうね。では、No thank you の意味は？ありがとうございません。恵美先生、あらま、ではこれを訳して、I'm home と Welcome home。はーい。最初のが、私は褒め。次が、ようこそ褒め。恵美先生、やば。では、この文章を過去形にしてください。I live in Tokyo. はーい。I live in 江戸。恵美先生、東京の過去は江戸で合ってるかもしれないけど、そうじゃないでしょ。では、これを日本語に訳して。Morning。次、something。はーい。最初のが、娘。モーニング娘じゃないぞ。次のが、ジーパン。ブランドあったね。恵美先生、じゃあ次の役はどうなっちゃうかしら、難しいかしら。 George is a small child. He is the only child in the family, which means he does not have brothers or sisters. 簡単だよ。ジョージは少し冷たい。ジョージは家族でただ一人冷たく、弟か妹はそうでもない。恵美先生、違います。答えは、ジョージは小さい子です。チルドじゃなくてチャイルド、子供です。チルドは冷蔵庫の機能でしょ。確かに冷たい、だけど。彼は一人っ子、つまり兄弟姉妹がいないってことです。ダメだ、この子たち。そうだ、みんなが好きな風ちん先生に英語を教えてもらいましょう。風先生。風ちん。何？わしが英語を教えるん？そげいなこと大丈夫かな？この子たちみんな歌い出すと思いますよ。ま、わしも子供の頃から英語の歌歌ってきたからな。みんなそのままでパーフェクトやで。風ちんが来てくれて一番ハッピーなのは恵美先生でありました、ということで。ありがとうございます。そしてナッキーさんから、エミさん元気出してね、クマ送りますね、見てやってくださいますか。夏のプールと花のネックルした子は大きくて50センチくらいあります。重いよ、綿詰めるの大変やった、ということでね、こちらのクマちゃんたち送ってくださいましたよ。すごい可愛いね。そんなに大きいんですね。ありがとうございます。そしてのんのさん、えみさん、皆さんワクワク様です。昨日は E プラスさんからの通知案内も怖くて見れず、ほんまにあかんたれ。大阪弁で根性なし。今朝になってウォーキングの途中、公園のベンチに座り、緑に囲まれ、セミの鳴き声に後押しされて、えいの勢いで見てきました。結果、初めてのチケットご用意できました。今まで全敗の私、何度も画面を見ても信じられず、ぼーっとしたまま自宅に戻り、いつも通りエミさんのお話を聞きながら朝食タイム、コーヒー飲みながら途中からしょっぱい味になって、うるうる、ご自身の辛い状況を見せず、皆さんの心配してくださる姿は強くて優しい大人の女性、時折見せてくださるチャーミングな姿も私の理想とする女性です。今回こちらに参加できることを伝えるか迷いましたが、ここは通り過ぎないことには話もできないし、というわけで報告です。私は参戦できることになりましたが、そうじゃなかった方も次は自分の番と思って、ぜひ一般応募してくださいね。私も連敗するたびに次は自分の番と願い続けて応募してきました。エミさん、いつもいっぱいの愛をありがとうございます。写真もたくさん載せていただきありがとうございます。 Singing in the rain、 同じ名前のバラがあるのでエミさんに送ります。すべてのことに感謝。そしてね、いつもありがとうございます。雨に歌えばの同じ名前のバラさんです。昔友人に、困難は乗り越えられる人だけに神様が与えると言われて勇気づけられたことがあります。
日本のご家族の皆様に早くお会いできる日を願っていますということでね、ありがとうございます。こちらの素敵な写真を送っていただきました。もう私はまた泣いちゃいました。はい。そして高子先生から、えみさんワクワク様です。今朝の配信感動です。いつもながらのえみさんの愛が強く伝わってきて胸キュンです。ご家族への愛、ご両親への思い、素晴らしいご家族の中で育てられたんだなぁと強く感じられます。えみさんのお母様と私同じ年代ということを知り、なんだか嬉しく親しみが湧きました。スタジアムチケット外れた方が多く、ますますライブ参戦が困難になっている様子ですね。前向きなえみさんのコメントに気持ちが楽になった人たちがたくさんいらっしゃいますよ。常に変わらないエミーズさんの精神性、発する言葉に心からうなずいている私です。愛する風くんと一緒ですね。皆さんの素敵な写真を見せていただきありがとうございます。のんのさんの写真、多分カワセミですよね。そうですね、私も8年ぐらい前に描いた色鉛筆のカワセミがありますので、送信いたしますので見ていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたしますということでね、高尾先生ありがとうございます。こちらがね、昨日のんのさんからの写真、こちらカワセミなんですけども、高尾先生の絵全く同じじゃないですか。向きもちょっと鳥肌立っちゃったんですけれども、すごいですね。いやー、びっくり、素敵、ありがとうございます。そしてオルオル111さん、エミさん今朝の配信を見ました。なんと声をかけていいのか本人しかわからない悲しみがありますよね。でも自分を責めないでください。これだけは言えます。今は自分の気持ちを思いっきり抱きしめて、自分を撫でて抱きしめて、私もエミさんを抱きしめてますよ。ハグハグありがとう。エミさんのボルテックスの内なる神がきっと最善の道へ導いてくれます。信じてます。愛しかないエミさんだもの、きっとスペシャルな計画がされてるはず。私も宇宙の存在に全て采配を丸投げしちゃってます。今朝の朝日です。エミさんいてくれてありがとうということでね、こちらの写真を送ってくださいました。素敵ですね。そしてね、私は今実家から夫が出張で滞在している九州に寄り道、これから帰るところ。あの写真は今朝エミさんの配信を見てから宿の前を散歩、曇り空から朝日が出てきてくれたので嬉しくて写真に撮ったの。優しい朝日に思わずエミさんと手を合わせてた今夜はゆっくり眠れることを願って魔法をかけておきます。おやすみなさい。じゃあまた明日ね、ということでね、ありがとうございます。本当に素敵な空ですね。そしてのりんさん、エミさんおはようございます。昨日の抽選結果ドキドキしましたが、なんとかご用意いただけました。ありがたや、ありがたし。というのも、沼ってはいない技師がライブ好き、申し込むためラサシリアルをゲットしてくれて、私が同伴者での当選でした。今回複数申し込みの方でも残念な方たくさんいらっしゃいましたね。また月曜日の申し込み頑張ってほしいです。そこで私インスタで花の投稿をしているのですが、先日珍しい花に遭遇、特にカラスウリは縁起がいいのでぜひ見ていただきたいです。ただスマホで撮ったものですが、ということでね、こちらの写真を送っていただきました。そしてね、ヘビウリ初撮りは午前中に咲きますが、カラスウリ、木カラスウリの花は夕方から深夜に開花、朝にはしぼんでしまいますから、夜な夜な撮りに行く私です、ということでありがとうございます。そしてね、またのりんさんから、再びこんにちは、エミさん、午後はチケット当選してくれた技師と宝塚ライブを感激に大阪劇場のステーションシネマへ、時間があったのでフラワーガーデンへも、そしたらこの場所は風の広場でしたよ。何度も利用しているのに気づかなかった。そこにはたくさんのひまわりが風に揺れていましたよ、ということでね、こちら送ってくださったんですよ。風の広場、そしてひまわりがちょっとすごいですね。これは嬉しい。風の広場にひまわりですよちょっと
めっちゃ嬉しいですね。これはちょっと気分上がりました。ありがとうございます。そしてね、もうキリがないのでこちらで最後にしますが、 Live where the wind さんから、エミさん、はるばるロサンゼルスから私たちのために、私たちがスタジアムコンサートの結果に心を揺らしている日だと思いを送ってくださってありがとうございます。私もいろいろ感じることはあり、エミさんの優しさ、日本にいるお母様への切ない気持ち、コロナ禍を絡む複雑な帰国の手続きやら、きっと辛い日々があり、でも気持ちをアップさせながら私たちのことまで考えてくださって本当に感謝です。昨日こんな思いをお庭のお花とともにインスタ投稿、風くんが元気で AAHT コンサート再開できた、そしてエミさんの愛で私たちが集まれる優しい場所への感謝の気持ちです。なんていう一体感を、こんなに離れていてフェイストゥーフェイスでなくても一つになれるということに感動しているこの頃です。We got raw ということでねありがとうございます。そしてこちらはね、本当は手島葵さんのね優しい歌声と一緒にねあるんですけども、それはちょっとこちらでは著作権の問題がありますのでかけれないのが残念なんですけれどもね、素敵ですね。ありがとうございます。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a beautiful day everybody。 エミでした。ではまた。